こんにちは、ワールドラバーマキタのグッチです。今日はですね、面白い対決をやっていきます。どうぞ。安です。テンション100年前の用具。安は100年前、1900年代初めは両面1枚ラバーを使って卓球をしていたっていう、あのスポンジラバーとか裏ソフトとかの前、はい、もっと前、回転が入る世界のもっと前の一番元祖のゴムが最初卓球の中に出た100年前の用具を使ってもらって、100年前の用具 VS グッチ現代卓球、ん？自分現代卓球じゃないけど現代卓球じゃないけど、まあ、現代の道具っていう戦い方で対決したらどうなるのかっていうのをやっていこうと思います。で、安井今日帽子がこちら、どんな人かなってみんな見てたら、だからこういう帽子をみんな被ってたので、ちょっとドンキでちょっと買ってきました。回転無効化すぎやないっていう。うますぎる。あれか、回転がループがほぼ効いてね。はい、もう凄まじい。これ11おにゃいとこ、うちはそこにボールか。なんちゅうなっくりや。あら、やばい、ちょっと慣れてきて、やばい、何が取りやがるんじゃ。あら、よえーい。やばい、何強がってきた。やばい、対応してきた。対応してきた、対応してきた。おい、いいサーブだったな、今。ナイスサーブ。落ちてきたもん、俺。入らんと思った。セイス。なんてことだ。すごい。くそ。やべ。何必要なんだ。つはい。結構やられてる。手心くん。よし。手心くんになるから。倒す。さあ。
ラン、おい、スイランゲート、現代卓球スイラン、はい。ラボー、やべえ、現代卓球、スイランゲート、スポーツ、現代卓球と100年前の卓球の対決終わりました。100年前の勝ちです。おめでとうございます。終わりました。100年前100年、まあ、やってる技術に関しては100年前じゃないと思うんですけど、やばい、強かったな。面白いこと言いました。いや、相当道具に依存してきてたんだなっていう。そうだね。いや、でも100年前でも強いじゃん。いや、100年前でも強いじゃん。いや、だから回転かかんないから。うん、そうだね。まあ、うん、かかって飛ぶからいいわけじゃないんだなっていう。あ、そうだね。いいこと言ってくれましたね、最後に。そうですね。自分の似合ったものに合えば一番いいってことですよね。そうですね。まあ、僕はだからこのラケットで。ディールとして。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、まあ、100年前でも関係ないということで。そうですね。100年前の用語でも、あのやっぱ強い人が強い、まあ強いというか、技術ある人が強い人は強いということでしたね。はい。ということで、また、なんかやっていきたいと思います。はい、ありがとうございました。しょ。さあ、どうですか。サーブっこ短いの出しやすいよ。今、フォア前ロングサーブだったよ。フォア前ショートサーブじゃないの。フォア前ロングサーブだったよ。よー。入ってんだったよ、でも。ついてきたけど。やばいんだけど、これ。おかしいな。押す方がいい。押す方がいい。あー、そうだね、そうだね。押す方がいい。なぜやねいただきありがとうございます。日本中講習会で回って卓球の楽しさを伝える普及活動、初中級者が短期で勝てる内容を日々研究し役立つものをお伝えさせてもらっています。ありがとうございました。